お前そこにいない。こんにちは。こんにちは。三兄弟二郎です。三兄弟二郎です。いやお前違うぞ、俺が三兄弟二郎やで。ナミちゃんは、はい、え、ナミちゃんっていいけど、こんにちはナミちゃんですって言って。こんにちはナミちゃんです。はい、それでは今日はこの会社でもらった、あ、まあ会社で、ね、置いてあったお酒をもらったのでこの紹介をしたいと思います。これね、なんていうやろ、これ田中酒造の、口回らんなね、田中酒造のブレンド001。おい、ちょっとこっち来てね、こっち、はい、こっち、はい、はい、ブレンド001という、これね、これちょっと調べたんですけども、これ1万円ぐらい、1万円以上するかもわからないような、日本酒です。ね。あ、ちょっと、こっち見て。見えない。ね。まぁ、あ、ちょっとよくわからんな、これ。よし。うん、よし。じゃあ、早速、ね、このね、こういった箱に入って、ね、霧の箱もあるらしいんですけど、よし。よし、ちょっと、よし。これを早速、飲んでみますか。あんまり価値がわからない男が、高い酒を飲むという。ね、なみちゃんは？なみちゃんか。なみちゃんか。なみちゃんいいやつあるわ。ちょっと待って、これ。もううるさいで。これ食べてんの、これ。ほら。これイカ食べてろ。イカな。はい。ああ、イカ。うん。よし。これはの、よし。これ。ね。これどうやって取れんこれ。コルクじゃねえんか。お、取れる。ね。ネジ式じゃねえな。これ取るか。うっ。うっ。怖い。取れるんけ、これで。ん？ネジじゃねえの。待て、ああ取れた。こういうキャップになってますこれね。よし、日本酒の匂いがするぞね。またこれね、透明のグラスがないので、このコカ・コーラのグラスでついていきたいと思います。どうやこれ、高級そうやろ。日本酒やな、これ。ほら、色はこないだあのね、飲んだ大吟醸の、ね、あの日本酒とよく似てます。22年前の、ね、では、ちょっといただいてみようかな、これね。これいただいてみようか。あ、それはいただいてるやるけど、ちょっと待って、これ。フルーティーな、匂いがするということで。あ、これ紹介するの忘れたな、これ。ここの裏のラベル。これね。アルコール 16.5。米国産。まあ、当然、あれやな。田中酒造ということで。口回らない。ね。製造年月日はまだね、今年作ったやつです。そして今日は、何、大晦日ということで乾杯。よし、乾杯、うん、ああ日本酒やこれ、日本酒、うん、これは辛いのですね、うん、うん、なんていうか普通の日本酒よりも何か粘り気があるような気がするな、これ。ありがとうございます。ちょっと、いただきございます。うん、これやっぱちょっとあれやな。さらっとしてんな、これ。結構、
あれ、なんやろ、うん、あれ、甘酒みたいな感じがするな。甘酒を越したような、そんな味です。これあれやな、いくらでも飲めそうな甘みやな。これだいぶ甘いの、これ甘いよ、ジュースみたいな感じです。これはでも飲みやすい、うまい、でも悪酔いしそうな感じです。2杯目乾杯。2杯目乾杯。まああまり飲みすぎると、体に悪いので、これぐらいにね、これだけで終わっております。じゃあパパもイカ食べていいか。うん、うん、よし、イカです、うん、これはイカから、うん、うまいですね。うん、ね、こんなイカうまいやろ。うん、うん、普通のスルメ買っとくなあかんな、これな。うん、よし、うまい、よし、うまい。ということで今日は、うん、この田中酒造のね、ブレンド001を飲んでみました。では、また。また。はい。うわじゃー。うん。もう。はい、マジで。